おはようございます。おはようございます。今日は函館市 S さんにやってきました。はい。まあゆりえねえ、まあなんかちょっと幻想的でなんかいいですね。そうですね。あ、これはこれでいっか。なんか諦めてるんだけれどもちなみに皆さんですね、後ろはですね S さんです。本当はねこっちが S さんですね。残念ながらロケの日は霧で真っ白でも、晴れていればこのように活火山、恵山の猛々しい風景が広がっています。標高600メートルほどの山ですが、登山道には珍しい高山植物も見られるんです。今日は何をするの？今回はですね、ゆりえの気まぐれドライブ。行くよりちゃん。いやちょっとちょっと不安そうですけど大丈夫？いきますよ。任せてもいい？はい。楽しみですね。今回は函館を巡るドライブ旅。わあ、すごいですよ。すごい。すごい。おお、出ました。絶景の露天風呂で感動のひととき。いや、これはもうテンション上がりますね。来た時に。わあ、いいわ。いいわ。さらに。正直漁師なんですけど、ちょっと農家さん目指してるところもあってて。愛しすぎた漁師が作る食べる昆布とは。おー、これが美味しい。まあ本当にうまい。これなべ北海道ゆりえの気まぐれドライブ。今回の舞台は函館。行き先はゆりえちゃんの気分次第。一体どんなドライブになるんでしょうか。早速出発。で、目の前は真っ白。ゆりえちゃん、運転は大丈夫かしら。晴れてきましたね。晴れてきましたね。さっき雨降ってたけど、まあ一応ね、感染防止ということで、うん、僕らも一応マスクもしております。はい。そして、窓も少しね開けて、ね、換気は常に、しますと。あ、なんか色とりどりで綺麗だね。なんかいいね、鮮やかですねこの道の。いいですね、綺麗。いや、りっちゃん、私ですね、りっちゃんにちょっと入ってほしい温泉がこの辺にあるはずなんですけど。どういう意味入ってほしい温泉がこの辺にあるっていう。そうなんですよ。 もしかしてこのこと？これなんて言うんですか？温泉郷。なんか温泉の匂いをしてき、うん、なんかしてき、まあ、確かになんかね、なんか硫黄水みたいな、こうなんかね、硫黄の匂いしますね。しますね。ゆりえちゃんが言うりちゃんに入ってほしい温泉とは？さあ、着きましたね。これのことを言ってるの？そうそう。あ、でもほら見てください、ちょっと泡入ってる方いらっしゃいますよね。これが温泉、いや、まあ温泉なのか海なのか、その境界線ないよね。いや、そうですね。あ、ほらちょっと看板見てみましょうか。案内板を発見。あ、湯加減は自然任せであるためって書いてますね。自然任せそれどういうこと？二人がやってきた水なし海浜温泉は、恵山の裾野、恵山岬の入り江に湧き出す無料の温泉。潮の満ち引きに左右されるため、波の穏やかな干潮時にしか入れない超レアな温泉なんです。ゆりえちゃんは足湯で温泉を満喫。湯加減もいい感じで、わあ気持ちいい。りちゃんは全身で大自然の温泉を堪能しました。海と温泉を隔てるものがないので、こんなお客さんが現れることも。心も体も癒されたところで気まぐれドライブ再開。今日はですね、私ですね、はい、ちょっと会いたい人がいるんですよ。会いたい人がいるの？そうなんです。だから、じゃあその人に会いに行こうかなと思ってます。これから。はい。おー。
トドホッケに気になる人がいるようです。着きました。着きました。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。純也岡山さんですよね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。着きました。いや、僕なんかいきなりこうナイスとミートゥーとかって純也岡山だから。岡山さん、何をしている人なんでしょうか。うわー、すごい。取れたて昆布ですね。うわ、結構厚みっていうかありますね。はい、水揚げしたばかりの新鮮な昆布。そう、岡山さんは昆布を養殖している漁師なんです。しかもこの昆布、ただの昆布じゃありません。これ どういう種類になるの。これ、あの、マコンブです。ああ、これマコンブ。はい、あの、日本の 90% が道南なんです。はい、マコンブ結構有名じゃないんですけど。いや、まあ、でも道南の昆布は有名っていうのは、まあ、もちろん知ってますよ。はい、そうですね。でもやっぱりもっとこう知ってほしいなっていうのはありますね。まあ、で、昆布ってあまりこう大体出汁って感じ。出汁って感じですね。食べる昆布っていうのもちょっとやるんですか。はい、やってみたかったんです。一般的に昆布は1年ほど成長したものを出汁用に加工します。岡山さんは半年ほどで早摘みした昆布を千切りにし、食べやすい昆布を作っているんです。魚を取るのが好きなんです。昔からちっちゃい時から。それで漁師になったんですけど、はい、昆布はもう嫌いで。嫌いだったの。昆布は大嫌いで。でもやるとハマっちゃうんですよ。ハマっちゃった。農家さんに近くて、種から作物育つまでやってるじゃん。正直漁師なんですけど、ちょっと農家さん目指してるところもあって、考え方がですよ。なるほどね。でも今はもう好きです。もうこれしかやりたくないです。そんな岡山さんがこだわり抜いた昆布は、丁寧に泥を洗い流して仕上げます。こうすることで臭みのないフレッシュな味わいになるんだとか。早速出来たての昆布をいただきましょう。せっかくなので漁場近くの海岸にやってきました。というか、ここの砂浜ってもうゴミ一つもないの。そうですね。すごい綺麗じゃないですか。綺麗にしました。奥さんが昆布取れる浜なのに汚いのはダメだって言って、でやったら函館市の大学生の方とかが参加してくれて、いっぱい来てくれて、で去年3回4回やって、3回またでも今年もやろうかな、定期的に。今回あの琴恵さんがこれ作ってくださったんですよね。はい、作ったっていうものでもないんですけど、はい、いやー、はい、美味しそう。これ、はいはい、そのままの状態、そのままの状態です。まずこの色がいいですね。そう鮮やかな緑ですね。はい、いただきます。うまいただきます。すごい磯の香りっていうの。ああ、昆布、いや結構柔らかいですね。苦味もなければ、はい、それこそその泥臭さっていうかね、はい、そういうのは全くないんですよね。はいはい、で、だし昆布の前の若い昆布じゃないと食感も良くないし、硬すぎちゃうから。なるほど。だからちょうどいい今の時期だけしか作れない。この真ん中は昆布のチップスです。油で揚げてるだけなんですけど、これのチップス。はい、で、あのお塩と、あとこっちが黒胡椒も振ってるような感じです、ね。こんなおしゃれな食べ方もあるんだ。いただきます。もう絶品これ。嬉しい。昆布本当に違うものになってる。へえ。やっぱ揚げてるからサクサクになってますね。うん、食感が全然違う。岡山さんが特におすすめする食べ方はこちらのナムル。中華スープ のなんか元ありますよね、あの粉状になってるやつ。 はい、あれを振りかけて、あとごま油かけて和えただけです。すごい簡単ですね。それだけで。はい、いただきます。おお、これは美味しい。まあ本当に
よくビビンバとかでナムルとか、うんうん、それの一つにしてもすごい合いそうですね。そういう風に焼肉屋さん行くとね、結構頼むんですよ。いただきます。うまいこれ。びっくりですよこれ。何食べてもこれびっくりするほどうまい。この昆布ってこんなにうまいもんですね。嬉しいです。奥様は昆布好きなの？いや、私昆布大嫌いだったんですよ。本当にもう私は食べるのが嫌いで、これは毎日食べれるって思って、あ、これだったら、はい、食べれるようになったんです。岡山さんの昆布は動物性食品を口にしない人でも食べられるビーガン認証を取得しているそうです。キュリエの気まぐれドライブ、海岸線の景色を楽しみながらまだまだ続きます。岡山さんの昆布を食べられる宿があると聞き、道内屈指の温泉街湯の川へ向かいます。わー、すごい。ちょっとこれ何、これすごいね。眺めめちゃくちゃいいですね。道内屈指の温泉街湯の川、平成館潮祭亭にお邪魔します。うわーしますね。いやー、このロビーすごい。もうロビーから高級感ありますね。こんにちは。ちょっとこちらの宿がいいよと言っていただいて、ご紹介いただいたんですけれども、かしこまりました。それでは花付きのお客様専用のラウンジご用意しておりますので、そちらにて館内のご案内とさせていただきます。え、何専用、はい、チェックインはここじゃないんだ。はい、別のラウンジご用意しておりますので、ただいまご案内させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では専用ラウンジへご案内させていただきますので、はい、どうぞこちらでございます。今回用意してもらったのは別館花付きのプラン。ワンランク上の上質なひとときを楽しめるようで、どうぞこちらから、はい、ご案内いたします。またちょっとこう入った瞬間のその高級感とね、いいですね、この落ち着いているこう和っていう感じなんですけども、ではこちらが専用ラウンジとなっておりまして、こちらで先に館内のご案内などさせていただいておりますので、はいはい、もうまたちょっと違う。どうぞご覧ください。ここでチェックインするの？あ、そうですね、はい、こちらでご用意してました。案内されたのは花付きの宿泊者だけが利用できるラウンジ。広い窓からは津軽海峡を一望できます。いや、すごく素敵な宿ですね。ありがとうございます。いや、ここから眺めるとですね、はい、津軽海峡、そうですね、一望できてですね、はい、絵はがきじゃないかなとかっていう。いや、もうおっしゃる、はい、美しいですよね。おっしゃる通りなんでございます。この朝から夕方にかけて、そしてもう少ししますとね、あのイサリビがこの海岸線いっぱいにこう夏になりますと漁に出まして、私もここで生活してるわけなんですが、はい、どれくらい癒されたことかと。この花月は癒しの館って言っても過言ではないと思います。こう時間を気にせずに、はいはい、じっくりとここでずっといたくなるような空間ですね。おっしゃる通りですね。午後5時から7時は夕焼けとともにアルコールなどのドリンクも楽しめます。素晴らしい景色が楽しめるのはラウンジだけではありません。はい、ではこちらのお部屋でございます。どうぞお入りくださいませ。お邪魔します。お願いします。おー、すごい。おー、素晴らしい。これはもうまず来て皆さんお目に入りますね。そうですね、こちらでから入っていただいてすぐ目の前が海なので、やはり皆様喜んでいらっしゃる方が多いですね。なるほど、はい、これぞプライベートって感じします。そうですね、まあ僕の定位置もう決まってるんですもう決まった花付きの客室は全て海側で窓があり、潮騒を聞きながらゆったりと過ごせます。さらに
こちらから海も、はい、どうぞよろしく。すごいですよ。すごい。すごい。おお、出ました。今も眺めも最高。こう波の音聞こえますね。ね、うん。なんと絶景の露天風呂。花月は全ての客室に温泉の露天風呂がついているんです。ここには、北海道にもね、いろんな数々の温泉地ありますけれども、多分海にこんなに近い温泉ってのはそんなにないんじゃないかな、道内って。ああ、なかなかないですよね。なかなかないですよ。これがオーシャンビューってやつですよね。ああ、オーシャンビューってやつですね。そうですよね。ああ、いや、これはもうテンション上がりますね、来た瞬間。うわ、いいわいいわ夕食は花月専用ダイニング。個室なので周りを気にせず極上の料理を楽しめます。めちゃくちゃうまい。うん、うん、めっちゃおいしい。わ、来ました。今日はありがとうございます。いいいいいい、で、函館線のお造りになります。うわー、なんじゃこれ。めちゃくちゃ豪華ですね。ありがとうございます。函館近海の素材を使って作っております。素晴らしい。夕食は函館エリアの食材をふんだんに使った懐石料理。豪華すぎるよね、これ。これはもう早く食べたいですね。失礼いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお料理の説明させていただきます。はい、はい、こちらはですね、特大エゾバイ貝のつぼ焼きになってまして、とどほけの岡山さんの一応ビストロ昆布を配慮使用させていただきまして、その下に粒ですとか、あと椎茸ですとか、あとバターもございますので、木のスプーンでかき混ぜていただいて、その出汁をつけて食べていただくのも、はい、いいかと思います。いや、ちょっと、はい、ぜひ下から混ぜていただいて、西野さんの おすすめ食べ方で、はい、でちょっと乗せるって感じですね、はいはい、そうですね。わー、じゃあ行っていいですか。どうぞ。いただきます。めちゃくちゃうまい。うん、うん、めっちゃおいしい。やっぱ出汁がしっかりと昆布からすごい出てますね。昆布って和風ですけど、でもこうバターとかと合わさって洋風にもなっていて、自由自在です、うん、昆布の使い方。またね、これをちょっと、はい、こちらはあの地元のですね、隣町になるんですけれども、七飯町というところの大沼黒牛の陶板焼き。黒牛の、はい、好きな焼き加減でお召し上がりいただいております。この刺しの感じがすごくいいですね。そうですね、ちょうどいい。いい音、はい、これ音最高でしょ。最高。うん、もう音楽に聞こえてね、ずっと聞いてられますね。で、お肉はね、一回しか繰り返しちゃいけないんですよ。はい。いやー。はい。美味しいお肉はやっぱ必要ですね。必要ですね。いただきます。熱々ですね。めっちゃうまい。赤身が多いけれども柔らかいの、うん、肉汁甘い。噛んだ瞬間ね、うわーっと溢れ出してる。わかる。ゆでね、ちょっといい、そのアスパラ見てて、アスパラ この太さ本当だ、すごい。こちらも、はい、函館白石町の一応農家さんから直接買いまして、ええ、この太さってなかなかないですね。ないですね。なかなかないですね。美しいですね。これも焼いて、はい、アスパラいただきますよ。あ、もういい感じですね。いや、もうこ本当に太い。
美味しそう。いただきます。うん、うん、やっぱこれだけ太いから程よく食感がシャキシャキしてて、うん、甘いですやっぱり。おー、うーん、春って感じですね。春来ましたね。うわありがとうございます。すごいデザート。こちらがですね、抹茶クレープ茶巾包みとなっておりまして、横にございますのがショコラムースでございます。またソースはアングレージュというソースでございます。茶巾包み、なんかすごい初めて見る形でした。私ほう、美味しそう。いただきます。うん、おいしい。うん、あ、結構もちもちしたクレープの生地の中に、ね、はい、わ、甘くてほろ苦いクリーム、抹茶、これ抹茶がすごくいいですね。ありがとうございます。おいしい。函館膳はすごい。なんといってもほらゆりえ右見てこの景色この景色ね。そうでした、私もずっとこっち見てたから今言われた、あ、そうだって思いますよ。ねえ、いやいいですね、やっぱね、いいですね、この景色あって、この食事と、なんか今回の函館ももう忘れられないですね、これ。そうですね、潮最低別館花月を堪能した2人ですが、本館も素晴らしい景色を楽しめます。こちらはビュッフェスタイルのレストラン。テーブルのガラスに景色が反射し、唯一無二の演出です。さらにシェフがその場で作ってくれるオープンキッチンや海鮮コーナーまで、函館ならではの料理を心ゆくまで堪能できます。オーシャンビュー。7階には展望大浴場があり、まるで大海に包まれているかのような安らぎを感じられます。りっちゃん、はい、私の気まぐれドライブどうでした？グー、うん、パーフェクト。幻想的な S さんの風景からスタートしまして、ちょっとね、S さんが見えない状態から、ね、なんだけれども持ったね、天気は。そう、晴れましたね。そうなんですよ、君はね、やっぱり強運ですよね。よかったですよ、なんとかなりましたね。なんとかなったっていうのはね、どうなんですかね。もう函館の方面ね、なんかも来てますけれども、ゆりえ気まぐれドライブは最高でした。ありがとうございます。